美術で日本を元気にする絵画骨董買取プロ秋華堂の田中でございます。ちょっと堺法律のことについてちょっとお話ししたいと思います。堺法律じゃじゃん、はい、バンという画集がございましてですね、これは堺法律の全集なんですね。カタログレゾネと言ってもいいような充実した本なんですけれども、これにですね、もう堺法律が全て詰まっていると言ってもいいかなみたいな感じの画集です。こうやってこんな感じですね。重くてちょっと片手で持てないですけど、白黒の図版ですけどね、こんな感じでよこしょいっぱい載ってます。これ画集って言うと結構ね、戦前の編集なんかだとちょっと写真も若干不鮮明だったりとかするんですが、一応鮮明な、ただですね、資料自体は昔の資料が撮ってたりするんで、現在形で、綺麗な資料というばかりはいかないんですけども、で、法律はこのように結構それなりに体系的にですね、でかい本ができるぐらいに作品が残っているのと研究ができているということが言えると思います。堺法律はですね、リンパの、江戸リンパの祖というふうに言われてますけども、要はですね、江戸っていうのをわざわざ強調したのは何かといったら、結局その文化の中心でずっと江戸時代京都なんですよ。で、東京っていうのはあくまでも田舎なんですよね、文化的に言うと。東京って言わない、江戸って言いますけどね。で、その田舎の文化が浮世絵だったということが言えるんで、やっぱり書画の中心というか、アートの中心、美術の中心、アートとか美術とか、そんなしゃらくさい言葉は江戸時代ありませんけども、絵としか言ってなかったと思いますけどね。その中心はあくまでも京都だったんですね。で、京都っていう状態は実はね、今もね、若干まだその流れは続いてます。やっぱり日本の古いものの中心は京都ですし、今は、ね、経済の中心イコールアートの中心みたいになってて、東京が幅利かしてますけども、まだちょっとその流れはね、ちょっと残ってると思うんですね。で、明治なのからまだそうだったと思います。で、堺法律はそういう意味では東京の江戸の人ですから、江戸に持ってきたということ、リンパはね、あるし、それからそのリンパ自体をですね、リンパというふうにたらしめたっていうのは、実はやっぱり堺法律がいたからこそなんですよね。言わずと知れたもの、リンパというのは本阿弥光悦から始まってですね、それから緒方健山、健山はどっちかというと焼き物なんだけれども、この辺、それからもちろん田原宗達ですね、この辺がこう連綿とこう受け継いでるんですけども、ある意味で言ったらもうそこだけで終わったら終わりだったわけですね。その江戸初期のちょっと絢爛な、その絢爛というかな、ちょっと洒落たですね、装飾的な絵画の一派がありましたね。で、終わったかもしれないですけど、やっぱ法律がいてこそですね、リンパという名前がですね、リンパという名前自体は多分もう明治になってからね、ついた名前じゃないかと思いますけどね。高麗の林から取ってるわけですから。ただその、要はですね、高麗の仕事をですね、ちゃんと体系立てて研究したのが法律であって、それを維持発展したのが高麗だがって間違い法律だったので、法律がなかったらリンパっていうことはもうなかったんじゃないかと僕は思いますね。そういう存在であるからこそ、またこの法律もまた研究されて、ちょっとこういう本になっていると。これ上下巻2冊の本で、とてもじゃないけど、普通のうちにこれ置いとく意味ほとんどないぐらいに資料性のもんでですね、僕らこういう古書が扱ってる店にしか多分置いてないと思うんですけどね。普通、本屋さんでもあんまり置いてないと思うし、そういう本なんですけども、法律というのは重要であるということは、存在が重要ということですね。で、絵画的なことで言ったら、法律の全てのものが超重要ということまでは言えませんけども、やっぱりその本物とされているものがやっぱこれに載っているものということが一つ、やっぱり一つの、やっぱりこの方が一旦できちゃうと、やっぱそういう基準というのは
できちゃうんでね、まあ、そういう中でですね、やっぱり乗ってるものはかなりある程度の金額で取引されているということも実際あります。といってもですね、まあ、何億とか何千万ということはあんまりないんで、まあ、何十万何百万、まあ、まとまってればね、何千万何億ってあるでしょうけどね、まあ、そういう感じの値段ではあります。これはどうだろう、まあ、外国のオークションなんかですごく出どころからないからプレミアついたらね、すごく高くなることもあるかなと思いますけども、まあ、基本的にはその日本のもんだし、ただ日本の美術って理解してくれてるのが実は外国だったりもするんでね、そういう意味で言ったらそういうこう、まあ、なんて言うんだろうな、まあ、これからはね、日本のものをフランスが愛し、フランスのものを日本が愛しってね、国際的な興味の時代でもありますからね、そういう中で放出という存在感は出てくるということはあるでしょうね。そういうことでですね、まあ、堺放出最近あんまり出てくるの見たことないですけどね、もしお持ちの方いらっしゃいましたらぜひご連絡いただければと思います。さよいしょ、何か放出とかリンパについてお持ちのもありましたら、こちらの電話番号までお知らせいただければと思います。フリーダイヤル 0120-126-510 です。よろしくお願いいたします。